よどみなく流れる映像にリアルタイムにプレイする緊張感、シンプルな操作ゆえに感情移入しやすい様々なプレイスタイル、あなたはアツコを救うことができるか。モードセレクション。アツコが判断を迫られた時、画面下に3つのパネルが現れます。アクティブは積極的直接的な行動、クレバーは起点基地に飛んだ行動、エスケープは保守逃避的な行動を示します。それらを方向キーで選択することで、アツコの次の行動を決定することができます。コースタイミング。アツコが瞬間的に避難しなくてはいけないとき、画面中央から四方に矢印が伸びていきます。その一つが赤く点滅する間に、それと同じ方向キーを押せれば、アツコは危険を回避することができます。シュートタイミング。銃撃戦においてアツコが銃を構えると画面にサイトが現れます。それが赤くロックオンしている間に丸ボタンを押せれば、アツコが発砲し相手を倒すことができます。コースセレクション。アツコが進む方向を選択しなければいけないとき、画面下に矢印が現れます。進めたい矢印を選択すれば、アツコはその方向へと進んでいきます。マルチセレクション。画面が分割され、マルチ画面になり映像が流れます。画面下の矢印から再生中の映像を選択して、アツコの行動を具体的に決定することができます。 PDA パーソナルデジタルアシスタンツ。ここでは通信による会話やニュース、アイテム、マップの閲覧だけではなく、電脳空間にハッキングして敵のセキュリティを突破するゲームをプレイすることができます。生き延びることで全ての謎を解き明かせ、あなたはアツコと共にエンディングを見ることができるか。